今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。今回は本題の前にご紹介したいことがあります。昨年末、ホームセンターカインズでキャプテンスタッグのブロンズキャンドルランタンを購入したんですが、あいにくホヤの部分が割れてしまってとっても残念に思ってたんですね。で、原因はおそらく1年間で最も寒い2月に外で使っていて溶けて溢れ出たロウが固まってしまって、それを翌朝まで放置していたところ、気温差か何かの原因でホヤが割れてしまったのだと思います。ただしそれ以外の物理的な衝撃などは一切与えてないので、念のためキャプテンスタッグの運営会社であるパール金属株式会社アウトドア事業部さんに相談してみたところ、ありがたいことに新品を送っていただくことができました。実は以前にもツーリングドーム型テントリベロを2針買った時に、1針は良かったんですけど、もう1針は扉部分についたメッシュが反対側に縫い付けてあって、これもおかしいなと思って相談したところ、1週間以内に新しいものを届けていただくことができました。キャプテンスタッグについては比較的お手頃価格の商品が多いものですから、人によっては使い捨てであるとか二流または三流のキャンプメーカーだと言われる方もいらっしゃるんですが、私の個人的な経験を振り返ってみる限り、このように一消費者の問い合わせに対して迅速に丁寧に対応していただける企業はないように思います。100均キャンプギアでもそうなんですが、低価格のキャンプギアだからといって使い捨てにするのではなく、可能な限り長く大切に使わせていただけたらなと思っています。今回は LED カラビナライトについて紹介したいと思います。キャンドゥで110円の商品、点灯と点滅ができて連続点灯時間が3時間、あとはコイン型の CR2032 という電池ですね、こちらですね、これを2個同時に使いますよということになっております。3つの SMD というふうになってます。 LED の種類ですかね。で、電池の交換方法が裏には書いてあります。ドライバーでネジを外さないといけないので、この点はね注意が必要だと思います。取扱上の注意点としては、絶対に目に光を当てないでください。目を痛める原因になると、まあそれだけ明るいということですかね。とか、内蔵されているテスト用電池は出荷時のものなので寿命が短いことがありますよといったことになります。はい。材質は ABS 樹脂ポリスチレン、株式会社アクシスとなってて、こちらがジャンコードになります。今回購入したものはオリーブグリーン色だったんですけど、これ以外に白と黒も展開されておりました。購入した理由なんですけど、普段私はですね、車とか自宅の鍵をこんな風にカラビナにひとまとめにして持ち歩いてるんですね。で、夜家に帰ってきた時に裏口から入ろうとしたりすると、ライトがないものだから鍵穴がねちょっと分かりにくくて、こう差し込みづらかったり、あと夜中に車に乗る時もね、ちょっと駐車場が暗いと鍵穴が分かりにくかったりして、良くないので、こういうちょっとした明かりがあればね役立つかなということなんです。合わせて、まあ、サコッシュとかね、ポーチに、こちらをつけておけば、外出時に真っ暗闇の中で少し照らしたいものがあった場合でも、役立つかなという思いから購入してみました。では、開封してみようと思います。なるほど、こういう感じですね。はい。で、持った感じですね、そうですね、まあプラスチック ABS 樹脂なので、金属のようなね感じではないんですけど、まあ大きさ的にはねそこまで小さくはないし、まあ大きすぎず、ウエストポーチなんかにつけるのはいいかなと。で、こちらの部分についてもね、
バネは比較的強めです。まず1回押します。はい、明るいですね。はい、点灯ね、まあまあ明るいと思います。これだったら車の鍵穴とかね、自宅暗い場所で扉の鍵穴とかも探しやすいと思います。そしてもう一度押すと点滅。はい、これはね目立ちますね、結構。だから夜ね、ちょっとポーチとかサコッシュにつけて歩いてる時に、何かね、向こうから来る相手に対して目を引くような感じでね、気づいてもらうためにはこれつけっぱなしでっていうのもねいいかもしれません。でもう一回押すと、はい、消える感じです。もう一度やってみます。はい、かなり明るくてね、スマホだとあんまり見えないかもしれませんけど、一応3つのね LED がそれぞれ光ってるっていうのがね、自分の目で見るとはっきりわかります。下を照らすとこんな感じですね。はい、結構ね明るくなってます。置いちゃうとねこうなりますけどね、こう置くとこんな感じです。はい、で、点滅モードこんな感じ、まあ、かなりね、かなりっていうほどでもないかな、どうなのかな、まあテスト用電池なので寿命が短いと書いてましたけど、その割にはね十分使えるレベルではないかなと思います。続きまして、電池交換する場合、これ同じくキャンドゥで買ってきた110円 CR2032 というボタン電池ですね。はい、で今回はまだ交換はしませんけど、普段ねこういう、ポケットナイフっていうんですかね、マルチツールというか、これはローソンストア100で買ってきたものですけど、ダイソーとかセリアでもね同じような大きさの、ドライバーがついてます。これで開くかどうかですね、一応確認しておきます。小さいねミニドライバーじゃないと開かないケースもあると思うんですけど、どうでしょうか。これで開いてくれると便利なんですけど、ダメですね。はい、この手の大きさでは無理でした。もっとメガネ用のね、ミニドライバーっていうんですかね、小さいね、細いドライバー。あれじゃないとね、開け閉めはできないので、そこはちょっと不便かなという気はします。で、先ほどのこういう、カラビナにつけてた鍵は、そのまま、こちらの方に、よいしょ、移動してやれば、こんな感じでね、カラビナとして、持ち歩くことができますので、こちらは私が普段外出するときによく携帯するポーチ、背中に背負えるようなね感じなんですけど、こういったものにこういうとこにつけてやります。はい、そうするとね、良さそうですね。まあ紛失することもなさそうだし、まあ車の鍵とか家の鍵がついてますので、暗ければこれで照らしてね使うということなんかもできるんではないかなというふうに思います。少し小さめのポーチだとこういうものを私は携帯して使うんですけど、こちらの場合も同じようにね、ちょっとこんな D リングのようなものがついてますので、ここにつけてやれば、はい、良さそうですね。楽に携帯して鍵をなくしたりとかいう心配もなさそうです。他には例えばこういうダイソーで買ってきたね、手のひらサイズのね小さい、サコッシュじゃないんですけどね、なんていうんですかね、私は外ではねナイフとかライターとかここに入れて使うんですけど、こういうとこなんかにもねパッとつけておけるので、まあ、そういう意味ではね、何かと役に立つんではないかなと。まあ明かりがねいつでも手元にあるっていうね、そのコンパクトでね持ち歩ける、まあ邪魔にならないサイズっていうところはねいいんではないかなと思います。こういうダイソーで売ってる、これはティッシュケースですね、ボックスティッシュを入れるためのものですけど、とかよく私がねポケットストーブを入れてね持ち歩く、こういうポケティケース、こういったものなんかもねキャンプ用品を入れてね、持ち歩いてる人とか結構いらっしゃると思うんですけど、まあこういうところにねつけておけば、
出し入れするときにね、すぐに明かりが取れますし、ポケットストーブなんかもね、こういうとこかな、こういう感じかな、取り出してこうごとくを組み立てたり燃料をセットしたり、まあ、ちょっと夕方とかにやったりすることも多いのでね、パッと明かりが欲しいときにこれで確認するという意味なんかでもね、まあ、比較的便利な気がしますね。まあ、使い方ね、様々あると思うんですけど、まあ、いずれにしてもね、小さくてパッとどこにでも吊り下げることができるという意味ではね、便利じゃないかなと思います。はい、まあ今時ですね、こんな真っ暗闇の中で車に鍵を挿す必要もないと思うんですけどね、電子的なキーになってるんで、一応ねちょっとつけてみますね。おお、明るい。これはねいいですね、これはいいですね。迷わず挿すことができますね、こんな風にね。うん、これはいいと思います。はい、それから家に帰ってきた時、まあ、裏口ですね、玄関と違ってライトがないんですけど、車庫からね入り入り口とかある方もあるかもしれません。電気つけてみます。おお、これはいいですね、十分ですね。これだったらね、迷わずね鍵穴に鍵を挿すことができますね。はい、素晴らしいですねこれね、結構明るいです。で、鍵をかけるときですね、うちはこんな風にね鍵がたくさんあるので、キーホルダーがあるんですけど、こんな風にね一緒にかけておくことができます。ということで、税込み110円で購入することができるこちらのカラビナライト、電池まで合わせても220円と大変お得ではないかと思いますので、よかったらご検討ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。